2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技女子総高飛びはブラジルのリオデジャネイロのエスタジオオリンピコジョアンアベランジェにて2016年8月18日と8月20日に開催された予選では通過条件の1.94メートルを17人がクリアし2日後の決勝に進出したしかし決勝では予選を下回る1.93メートルにて 同年の室内選手権を制したバシティカ・ニンガムや、ヨーロッパ選手権銀メダリストのアイリネ、パルシテを含む5人が早くも脱落した。続く1.97メートルではさらに8人が敗退し、残り4人に絞られた。4人のうち、ミレラ・デミレバを除く3人は2.00メートル以上の自己記録を持っているのにもかかわらず、全員が2.00メートルを失敗したため、 1.97メートルまで一度も無効試技がなかったルートベーティアが4度目のオリンピック出場にして初の金メダルを獲得した37歳のベーティアは同種目では五輪史上最年長の金メダリストであり自身の20年のキャリアでも最大のタイトル獲得となったまたスペイン初の陸上競技フィールド種目における金メダルであり 同国の女性陸上競技選手としても初の金メダル獲得となった。なお、優勝記録の1.97メートルは1980年、モスクワオリンピック以来の低い記録であり、8日前に行われた女子7種競技の総高跳びでは、ナフィサトーティアムとカタリーナ・ジョンソン・トンプソンが1.98メートルを成功していた。今大会開催前までの各種記録は以下の通りである。 すべての時刻は、ブラジル時間による。WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SBC ズンベスト WL 世界最高、旧記録による通過旧順位による通過 DNS、危険通過条件、1.94メートル以上もしくは上位12名。ありがとうございます。